ちゃん。あのね、お願いがあるの。今日ね、私と一緒に遊んでほしいの。ダメかな。やった!お兄ちゃん大好き。ね、じゃあ一緒にお絵かきしたいな。ラムちゃんとはいつもお絵かきしてるけど、お兄ちゃんとはしたことなかったからいいかな。ありがとう、お兄ちゃん大大大好き。じゃあクレヨンと画用紙持ってくるね。お待たせ、お兄ちゃん。はい、これ一緒にクレヨン使おう。そうだ、お兄ちゃんは何色が好きなの？私は水色だって、可愛いんだもん。だからいつも水色のクレヨンが一番最初になくなっちゃうの。それじゃあお絵描きしよう。ところで、お兄ちゃんは何を描いてるの？え、私は秘密。できてからのお楽しみだから覗いちゃダメだよ。けど一つだけヒント、私の一番好きなの当ててみて。うん、できた、完成。見て見て、お兄ちゃんを描いたの。上手に描けたかな。気に入ってくれて嬉しい。そうだ、これお兄ちゃんにあげるね。え、私の服？どうしよう、クレヨンで汚れちゃってる。いつ汚しちゃったんだろう。お気に入りの洋服だったのに。え、お兄ちゃん洗濯してくれるの？ありがとう。じゃあ、ぬぎぬぎする。うんしょ。うんしょ。あれ、脱げないよ。バンザイ？バンザーイ。あ、びっくりした。お兄ちゃん、お着替え上手。あ、いくちゃん。寒い。そうだ。お兄ちゃんの服の中に入っちゃった。ちょっときついけど、暖かい。そうだ。